はいどうもゴーヤンです。今回ですねこちらの8の間でエクスカリバー使っていきたいと思います。レベル線形解放済み遊撃の特 L つけてます。でファウストに同撃3種と撃撃がついてるので同じ聖騎士というところでエクスカリバーも攻撃力は上がっております。でまあ X4 体でねほんまはやりたかったんですけどちょっとボス2がねあまりにも難しすぎてちょっと一旦ね普通にクリアしようというところで使ってみたところ、まあ最適ですね。 X は8の反射枠の最適。まあファウストが強すぎるっていうのはもちろんあるんですけど、まあ X もそれに負けじとらず強いというところで、まあ現状ねこの組み合わせが一番簡単にクリアできるパーティーなんじゃないかなとは思っております。このオートジャベリンバーストの威力がめちゃくちゃ強くて、雑魚処理の時にすごい厄介な価値とかプニの処理をするのにすごい役立つんですけど、ただこのネクロンゾンビこの蘇生させてくるやつですね、こいつに関しては直接殴らないと友情だけだと全然削りきれないのでしっかりと殴っていく必要があります。なのであまりその X に頼りすぎて X2 というかオートジャベリンバーストに頼りすぎて回ってると気づいたら即死みたいなこともあると思うんで、まあ注意点としてはそこぐらいですかね。なのでまあバトル1はね適当にやってれば突破できるんですけど、バトル2からはちゃんとねこの蘇生ループを抜ける必要があって、運悪くねずっとゾンビ蘇生され続けると、まあ、かなり厳しい感じになるんで、基本的にはまあやっぱね普段通りゾンビを2体ともいい感じに削っといて一気に処理するみたいなのがまあ一番いいんじゃないかなとは思います。ただねやっぱねこの蘇生の時にね反射と貫通とかで復活されるとそれも厄介なんで、まあちょっとだけね運の要素はありますけど、まあそれでもやっぱり言うて強いんでまあなんとでもなりますよというところですね。でバトル3なんですけども、ここもまあね雑魚はもうほぼほぼ X で処理できるんですけど、まあ X に当たってればいいというものでもなかったりするんで、まあ雑魚処理をするルートと、まあ次動いてくれるようにパネル踏むっていうのは一応意識しながら友情も出していく。結局ね友情出したところでその後動き回らないとなかなか最大ダメージが出づらいんでね、そこを踏まえて動いていく必要がありますね。まあ通常通り雑魚処理をしていって、であとはなるべくバリアを解いた後に X のオートジャベリンバーストをボスに入れていきたい。それだけでね相当削れるんでできる限り解いていきたいんですけど、なかなかラウドラバリアが削れないと。まあとにかくね反射のターンでしっかりとボスと壁の間に入ってカンカンして解いていかないと、こんな感じでやっぱ貫通のキャラとねなかなか解くことすら難しいので、しっかりとボスと壁の間に入っていきたい。壁とねボスの距離が遠い方やとこんな感じでね結構しばいてもなかなか解けなかったりで、雑魚が残ってる状態やと結局弱ってる敵に飛んでいくんで、どうしてもねボスよりも先雑魚に飛んじゃうので、必ず雑魚処理をしっかりとした状態で、その状態雑魚処理をしっかりとした状態でバリア解いてジャベリンを入れていく必要があると。でちゃんとね入ればもうめちゃめちゃ削れるんで、それで OK ですね。はい、でここからねボス戦なんですけども、まあね配置が良くないんで、とりあえずねまあいろいろ考えたんですけども、なんやかんや考えた結果、まあ最悪無駄打ちでもいいかというところで SS を打つんですけど、まあ打つんですけど、まあ結果論としてはまあ縦軸で薄くとか横軸で薄くとか言って雑魚処理に特化した方が良かったですね。これはかなり中途半端なことしたんで全然ダメージが出なかったんですけど、まあ一応ねちょっとはねネクロン削れたんで、まあ完全な無駄打ちではないにしろ、まあまあちょっとミスショットやってもてうわーと思ったんですけど、まあとりあえずね友情でやっぱかなり
雑魚処理がしやすくなってるので、まあとにかく味方には触れていく。で、ここでまあもうね、さすがに雑魚処理をしてしまいたかったので、右上はまあなんとかなれるというところで、左を SS で処理しきる。で、右上もと思ったんですけど、右上がね、まさかの全く出てなくて、だからあれ、右から打つべきでしたかね。ちょっとね、上のネクロは全く触れれなかったんで、で、ここでまあね、なんとか、これはもう完全にラッキーでしたね。ネクロンを復活させなかったので、まああとはなんとかね、通常通り攻めてる感じでいけるかなというところですね。で、結構ね、ちょっとね、イチャイチャしすぎたんで、もうここね、1段階目ですけど、ファーストでボスをぶっ飛ばします。まあ、これがファースト最強たるゆえんですよね。1段階目でも1ゲージ丸々持っていくという。まあ、弱点の位置も良かったですね。まあ、下でもね、いけたと思いますけど。で、ボス2がね、ちょっとね、冒頭でも触れたんですけど、ちょっとね、X4 やと、ここが多分相当きついんですよね。とりあえず、雑魚処理に関しては、まあ、全然 X4 でも普通にいけるんですけど、シールドンが出てきた後ですね、全部ね、ジャベリンがシールドに飛んでくんですよね。なので、まあ、1体ぐらいはやっぱ貫通がいないと、正直ここが相当きついかなと思ってます。まあ、またね、ちょっとね、時間見つけて X4 でクリアもね、やっていきたいと思うんですけど、ていうかもうね、この動画を僕上げてる頃にはね、すでにクリアしてる人は全然たくさんいるとは思うんですけど、まあ安定クリアっていう意味ではやっぱり貫通枠2体、反射枠2体が安定するのかなとは、両方やってみた結果、まあ思ってはいますね。でね、ファーストがね、さっきの分で、カーマついてるんで、ここでまあラッキーでしたね。1体だけなんで、まあしっかりと倒していって、まあここまでいけば、あとはまあ普通に、突破できるんで、まあ SS を使って突破するのかどうかですよね。言うてやっぱね、削りがね、きついんですよね。反射のキャラでシールドンとボスの間に挟まって、貫通のキャラで切っていくが多分一番いいんでしょうけど、もうここだけはほんまにね、友情に頼れないんで、通常通りの攻め方にはなると思うんですよね。なんで、まあね、どうしようかなって言ってましたけど、まあ、SS 打ってます。もうこれで突破するつもりで、SS を打って、行って、まあ無事突破と。まあやっぱね、ちょっとボスにはね、鬼門かなとは思います。で、ラスゲまで行って、まあパックも残ってるんで、まあもう勝ち確なんですけど、なんやかんやね、下ってるとね、あっという間にやられてしまうんで、まあ初手どうしようかな。まあ一応ね、パネルバフみたいから、パック打つのは確定で、プラス、まあ少しでもネクロンを削れる打ち方。そしたら、勝ちぷよ全処理できたんで、まあこれはもう確実にネクロンも倒していきたい。パネルも完璧。だったんですけど、ちょっと角度が甘くて、思ったより削れなくて、結構やらかしたんですけど、まあでもね、もうね、ここで配置がいいんで、別に SS 打つまでもなく、さすがに突破できますね。で、ザコもね、いい感じに削り取ったんで、まあ理想はここでね、勝ちプヨ全滅できてたら、このファーストでもう終わってたまであるんですけど、まあちょっとね、しょうがないですね。あとまあ角度シンプルにつけすぎて、もうちょっと薄くてもよかったなって感じですね。まあでも全然ね、次のターンで X が SS2 段階目なんで、打って、で、最後ファースト打って終わり。もしくはワンチャンこれで削り切って終わりと。というところで最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。少しでもね、参考になる部分があれば幸いでございます。
ぜひいいね、高評価よろしくお願いいたします。それでは